はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。ワートリ特集3日目、今回は考察動画をやっていくんですけれども、今回のテーマは今後登場するかわからないけれどすごく気になる舞台や隊員としまして、私ピーターマンが昔から気になっていた謎のトリガーを持つ隊員や舞台、全く登場してないのにすごいインパクトがある隊員について、ピックアップしながらねご紹介できればなと思ってます。ですので解説よりかはどっちかっていうと想像や妄想の動画に近いかなと思いますね。今回は B 級舞台からトップ3を選出して、ランキング付けました。 A 級編はねまたいずれ行うと思いますんで、はい、じゃあそれでは行ってみましょう。というわけで気になるランキング第3位は常盤隊。 B 級ね会に所属する5人編成の舞台なんですけれども、今現在描写が全くないんですよね。多分ねこのまま出てこないのはちょっともったいないなと思ったんで、せっかくなんでピックアップしました。常盤隊はですね、隊長の常盤守君を筆頭に全員がメイントリガーにだけ武器を装備しているっていう、結構非常にねシンプルな舞台構成なんですよね。でまた全員がフリートリガーの枠を2つずつ設けてるんで、割とどんな状況にも対応しやすくなってるんじゃないかなと思います。総じてねシンプルイズベストと言える舞台でしょう。でもねそんな常盤隊には結構大きな特徴がありまして、それはですね全員がサイレンサーを装備しているっていうことなんですよね。サイレンサーっていうのは意外と多くの隊員が装備しているオプショントリガーなんですけれども、原作でサイレンサーという文字描写があったりとか、誰かこうサイレンサーって言いながら撃ったりとかしたことが今のところ多分ないんですよ。そもそもこのサイレンサーっていうのは何なのかっていうのをまずちょっと考えてみようかなと思うんですけれども、シューティングゲーム、いろんなシューティングゲームとかでは割とこう登場するんで、割とこう馴染み深い方は多いかもしれないんですけども、現実でも基本的な装備の効果としては銃とかにセットすれば威力が結構ちっちゃくなるんですけど、その威力と引き換えに発射音を結構抑えることができるっていう優れものなんですよね。特に隠密任務とかで結構愛用されることの多いこのサイレンサーなんですけれども、このワールドトリガーっていう作品において、なんとガンナーやスナイパー、銃を使うそのポジションだけでなくアタッカーも装備してるんですよ。でそのアタッカー装備している2人がいるのがこの常盤隊なんですよね。それがね結構自分にとってかなり衝撃的すぎまして、個別にセットすればその切った際の動作音がなくなるのかなってちょっと想像したんですけれども、正直その機能いるかどうかめちゃめちゃ微妙だなって思ってたんですよ。じゃあなんでつけてるんだろうっていうのね考えたんですけど、逆に武器トリガーとかのオプションでつけるんじゃなくって、カメレオンとかバッグアームみたいにトリオン体そのものに干渉する機能があって、自分のこう物音、足音とかを軽減できたりするのかなっていうのをちょっと想像したんですよね。そしたら相当強いんですけど、カメレオンやバックアームでは足音って消せないんで、きっとね消せないと思うんで、そんな機能があったらやっぱ結構強いんじゃないかなと想像しました。ただちょっとこれ結構強すぎるので、逆に他の隊員がね装備しない理由がわからないので、ちょっとこれに関しては本当に想像の域をね超えないんですけれども、やっぱそのアタッカーとしてサイレンサーを装備しているのはこの常盤隊の2人だけなんで、もしかしたら今後の描写がねないかもしれない。だからせっかくなんでね取り上げました。いずれね登場したら嬉しいなと思いますね。第2位は香取隊アタッカーの三浦くん、三浦隊員ですね。といっても彼は結構何度も出てきてるんで、だけどちょっと思ったんですよ、彼の標準装備に気になるものが一つだけあるっていうこと、それが原用なんですよ。原用って僕はやっぱ昔はそのヨネヤンの槍の専用オプションであると思ってた時期があったんですけれども、これ天空と一緒で虎穴専用のオプションらしいんですよね、見た感じ。だから普通の剣の虎穴にもつけれると。ヨネヤンの槍と一緒で虎穴のこのブレード部分が変形したりするんでしょうけど、装備しているのに作中で一回も使われてないんですよね。多分それはそのかなり癖があって、やっぱその使う場面を結構選んでしまうからなんだろうかなっていうちょっと思ったんですよ。特にこう三浦くんがタイマーになるシチュエーションがほぼ少ない香取隊によっておいては結構持て余してしまってる可能性があるんですよね。逆に立ち筋がすごいしっかりしていて一対一がすごい強い生駒隊員やヒュースが使用すれば結構すごい性能になるんじゃないかな、すごい化けるんじゃないかなってちょっと思ってます。今後出てくる可能性は低いかもしれないんですけれども、もしかしたらこの遠征選抜試験に対応するためにヒュースがちゃっかり装備しているみたいなことがあるかもしれないですね。
これは正直文句なしの1です。もうここまでね、謎が詰まっている隊員もいないと思います。漆島隊もうね、戦闘員はたった1人にもかかわらず B 級注意とか、割とこうその注意の中でも上の方を維持してたりする、結構驚きの部隊なんですけれども、ガンナーの漆島隊長の装備、攻撃の装備っていうのは結構至ってシンプルで、アサルトライフル型のアステロイドとメテオラだけなんですよね。ただその分あのオプションのトリガーは豊富で、ダミービーコンとカメレオン、まあ標準装備のバッグワーム、そしてサイレンサーがついてますね。もう完全にこれでね、あの力押しじゃなくって特殊戦術に特化した隊員であると言えるんですよね。ダミービーコンはあの撹乱と陽動に使って、サイレンサーとカメレオンは隠密に使用していると思われますね。でメテオラは基本的にあの牽制やあとは削りに使っているとは思うんですけども、まあ、ナス隊のように置き玉をしてとどめにこうバンって使用している可能性もありますね。まあ、ただそれでも上位以上に上がれなかったりするのはやっぱりこの1人だと結構戦術にも限界があって、日々多くの戦術を取り入れている部隊が多い中で、やっぱこのね、苦戦することっていうのはかなりあるんじゃないかなと思うんですよね。その分、逆にその分伸びしろはすごいものがあると思うんで、援護してくれるスナイパーやガンナーをまあ新たにこう迎えたりとか、特殊戦術を伸ばすためにトラッパーを入れたりとかしたら相当化けると思います。あのミクもオサムと組んだらね、かなりやばいことになりそうですよね。もうね、そんな2人と絶対対戦したくないですね、本当にね。さあ、というわけで気になる B 級隊員ランキングトップ3を発表しました。いかがだったでしょうか。まあ、完全にね、あの僕の主観で選んで、僕の主観で考察したんで、もちろんね、いずれ情報が出た時にこれ間違ってるよってなるかもしれないですけども、そこはね、ご容赦いただければなと思います。まあ、でもね、特にね、あの時和隊については触れる人は多分結構いなかったかなって思うんで、なかなかね、いい考察ができたんじゃないかなと思ってます。あ、ちなみにね、あの A 級部隊にはやっぱ気になるものってのがすごいたくさんあるんで、もうちょっと絞ってから動画にしたいと思ってます。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録や高評価、まあ、コメントなどもお待ちしております。今週はね、まだまだたくさんのワールドトリガー動画を出していくので、お楽しみに。ではまた次回お会いしましょう。